アーサー・アッシュ・スタジアムは、ニューヨーク市クイーンズ区のフラッシングメドウのユースタ、ビリー・ジンキング・ナショナルテニスセンター内にある、世界最大のテニス専用競技場。スタジアム外観2018年撮影スタジアムは、アフリカ系アメリカ人のアーサー・アッシュの功績を称えて、それまでのルイ・アーム・ストロング・スタジアムに代わり、1997年に会場。毎年開催される全米オープンテニスの、 センターコートとして知られる。開幕前のアーシャー・アッシュ・キッズゲームも開催される。アーシャー・アッシュ・スタジアムは22,547の戸籍90のスイート席、5つのレストランと2つのラウンジがあり、MLB のニューヨーク・メッツの本拠地、シティ・フィールドの近くにある。そのため、野球とテニスが両方楽しめることもある。2008年7月19日には、 女子バスケットボールのワンバ、ニューヨークリバティ対インディアナフィーバーの試合が同所で行われた。さらに2019年には、フォートナイト W 杯決勝大会が開催された。2013年、主催するユスタは5億5000万ドルの建設費をかけて、開閉式屋根を取り付けると発表した。2016年に完成し、同年の全米オープンから使用開始。 男子シングルス2回戦のラファエル・ナダル対アンドレアス・セッピ戦の途中で公式戦初仕様となった。ありがとうございます。